大型放射光施設スプリングマイナス8、サイト前傾スプリングマイナス8蓄積リング胸とサクルサクル前傾。サクルは兵庫県のハリマ科学公園都市内にある X 線自由電子レーザー施設。日本初のズフル施設でアメリカ合衆国に次いで世界で2番目に建設されたズフル施設でもある。大型放射光施設スプリングマイナス8に隣接し、 実験設備の一部をスプリングマイナス8と共用する。スプリングマイナス8とともに特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律にいる特定放射光施設である。2006年3月に策定された第3期科学技術基本計画において国家機関技術の一つとして選定された X 線自由電子レーザー施設として2006年度から 独立行政法人理科学研究所とスプリングマイナス8を運営する財団法人高機度高科学研究センターが共同で施設の建設整備を行い2011年3月に完成愛称は公募によりサクルと決定した同年6月7日16時10分には調整運転開始から3ヶ月で 世界最短波長となる波長0.12ナノメートルの X 線自由電子レーザーの発信に成功。同年7月13日には波長0.08ナノメートルのレーザー発信に成功した。その後もシステムの調整運転が進められ、同年10月28日には0.063ナノメートルの世界最短波長の X 線レーザー生成に成功。 2012年3月7日より、共用運転を開始した。サクルは、公益財団法人日本デザイン振興会が、主催する2013年度のグッドデザイン賞を受賞した。2013年から新設された、来るべき社会の礎を築くと認められるデザインに、贈られる、グッドデザイン特別賞である、グッドデザイン、未来づくりデザイン賞にも選出された。また、 同年3月には、X 線自由電子レーザー施設サクルの整備と、供用開始の成果により、日刊工業新聞社が主催する、第42回日本産業技術大賞を、理科学研究所ハリマ研究所他9団体が、共同受賞した。サクル高原胸内の真空風刺型短周期、アンジュレータサクル実験ハッチズフル施設は、長さ400メートルの加速機胸、 240メートルの高原棟、60メートルの実験研究棟の計700メートルからなり、さらにズフルスプリングマイナス8、総合利用実験施設につながっている。加速機は128本の線形電子加速機であり、電子銃から発射された自由電子をスプリングマイナス8を超える8.4ジェブまで加速可能である。 高速近くに加速された自由電子を真空風刺型アンジュレータに入射することにより世界最短波長の0.063ナノメートルの X 線自由電子レーザーを100兆分の1秒のタンパルスで発信可能な性能を持つ同様のズフル施設はアメリカ合衆国カルフォルニア州メンローパーク市の SLAC 国立加速機研究所に建設された LCLS、ドイツ連邦共和国ハンブルク市のドイツ電子、シンクロトロン研究所で建設中のヨーロピアンズフル等があるが、サクルは波長性能で LCLS の最短波長0.12ナノメートルを上回る。なお、ヨーロピアンズフルは最短波長0.085ナノメートルで計画されていたが、サクルの成功を受けてサクルを上回る。 最短波長0.05ナノメートルに設計修正されている。また、LCLS とヨーロピアンズフルがそれぞれ全長2 0トルと3 4トルの非常に長大な施設なのに対し、サクルは日本の独自技術によるダウンサイジングにより全長約7 0 0ルとコンパクトになり、 建設費も約388億円と LCLS の6.15億ドル、ヨーロピアンズフルの10.82億ユーロと比べて最小のコストで建設されている。2009年4月26日の第17回スプリングマイナス8施設公開において一般向けに初公開され、その後毎年4月頃に行われているスプリングマイナス8施設公開で 一般公開されている。また、平日に限り15名以上での団体による予約見学ツアーも行われている。2013年7月より、特設ウェブサイト、世界一小さいものが見える、x 線レーザーピコスコープサクルで、広報活動が行われている。ウェブサイトでは、サクル公式キャラクター、ピコネコが各所に使用されているほか、 コンテンツとして放射光科学総合研究センターの職員と北野武富野義行、さかなくん、ためすえ大との対談記事などが掲載されている。ハリーマ・サクラはサクルの公式キャラクター。学習及び自己進化能力を持った人工生命体 G4 型ピコドロイドとして設定されている。2013年にスプリング8とサクルの相互利用が 開始されたことを受け、科学者、デザイナー等で構成された、プロジェクトピコドロイドチームによって、企画、制作された。未来講師ハリマサクラとして、特設ウェブサイトで、テレビアニメのオープニング風のウェブムービーが、公開されている。ハリマサクラの声は、声優の野戸マミコ、アニメーション制作は、神風動画、主題歌、ピコスコープ、サクルマイナスは、 フリップサイドが担当している。ありがとうございます。